マミウメモセイカです。今回はラグさんの絆クエストをやろうと思います。久しぶりになんかこうラフな格好にしてみました。ラグさんかっこいいね、新素材系シリーズ。というわけでアバランチの兵、あ、除外メンバーなのダグさんって予想外でした。では改めまして、ダグさんが途中から入るのかな、まあ、レベル30のクエストなんで相当楽勝かもしれませんけれども。よよ、エルマじゃないか。うまい話があるんだが乗らないかい。乗りたい。遠慮しておく。おいおい、興味くらい持ってくれよ。言い方が良くないんじゃない。本当にいい話なら独占しているでしょ。あやふやな話に巻き込まれるのは嬉しくないわ。なるほど。はっきり言うね。こういう場合話だけでも聞いてみるのが礼儀ってもんだろ。礼儀、地球の。地球っていうかここはミラだけどよ。わかった、聞かせて。これ伏線か。いや、ダイナーの裏で待ってるぜ。はい。工業エリアだ、間違えるなよ。ダイナーはもう私のお箱ですよ。時計変える。地球のってエルマさんが異星人だからこそ発した言葉ですよね。なんかちょいちょいさ伏線あるのさ見るとなんかこうなんかドキッとしちゃうよね。伏線って楽しいよね、こう分かった後の。ゆえにさ、私結構2周目やりたいなと思ってるんですけど、もう本当に時間が無限に欲しい。どこ行った？びっくりマークは見えるけども、あ、裏か。知ってるか。すごい構えてる。さてさ、すまねえな、本当は一杯飲みながらとでも行きたいところだが、そういう店じゃ誰に聞かれるかわからない。うん、気にしないで。これを見てくれ。なになに。実はな、ここに危険対象にカテゴライズされている原生生物が大量発生したらしい。ほうほう。ここってフロンティアネットスポットでしたよね。もしデータプローブが阻害されたりしたらミラニウムの供給が滞っちゃうんじゃ。それは穏やかじゃないですね。バンダムの親父も報酬を弾んでくれた。ほら、こんだけ出るんだぜ。すっごい。討伐任務でこの報酬って見たことないですよ。当然ね。おそらく10チーム以上で担当することを想定した任務でしょう。へえ、ってことは30万ぐらい。そういうことですか。確かにそれだけの数で分けたら普通の報酬ですもんね。問題はまだ工事前ということね。今なら自分たちだけで任務達成して報酬独占ということも可能。どうやって手に入れたの、この情報。怪しいですわ。そいつは聞かないでくれ。本部にもギャンブルに弱い奴はいるってことさ。それ答えちゃったようなものじゃないですか。え、わかんない。わからない人にはわからないよ、私みたいなこな人。さすがに俺だけじゃ骨が折れるが、あんたたちが手を貸してくれりゃなんとなる。なるほどね。そうね、あなたはどう思う。私もうエルマさんに話も振ってもらえるの超嬉しい。そういうことじゃないか。自分たちだけでやろう。報酬の7割は欲しい。あー、ちょっと待って、なんかこうなんやろうね、なんかもうもう遊び心が。確かに戦力比を考えたらその分配比率が正しいかもしれないよね。ですわよ。おいおい、人の持ってきた情報でそれはないだろう。情報量はタダでいいから総合だな。それならいいだろう。はいはい、いいよ。よし、今回は自分のチームにも極秘なんだ。あんたたちに加えてもらうぜ。よろしくね。さあ、ダグさんもめでたく入ったというわけでダグさんを使いましょう。よいしょ。で、白樹の大陸、砂走りの坂。はい、着きました。
ここは秘境探しでめっちゃうろいたいた。さすがにとんでもない報酬がかけられてるだけのことはあるぞ。ビーストですね。まずはこの周辺から相当しましょう。はい。サヤカがビーストキラーまだつけっぱなんで相当いいダメージ出るんじゃないですか。はい、行きますよ。まずは相手を弱らせる。アグレッシブドロップ。体力基本だぜ。すごい。今なら接近戦が優先権。優先でリズムを維持して。ちょっとない。ここで入れてみたんですね。そう、おーっと、おー、結構値段じゃない。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、もったいな。もう間に合った、間に合ってる。ラゴさんかっこいいな。楽勝でしたね。さすが、レベルが低いだけある。この周辺は相当完了ですね。この先にも反応があります。ほうほう、次はそっちに行きましょう。オッケー、行きますわよ。じゃない、行くぞ。そういえば、あんないたね。これ倒したことあったっけな。隣のトレジャーが取れてないあたり、これ倒したことないよね、多分。やってみようかな。そう、遠征剣。あ、遠征あるんだ。いいですね。ちょっと TP 貯めたい。どうしようかね。弱体って言わないんで、あんまりめったに使っちゃいます。お、壊れた。刺激ないね。なんか TP やTP がないと何もできないな、ダコさん。流星ロンド、流星剣。普通にできそうですね。接近戦でリズムを維持して。痛いな。クズ支配っていう。助かりました。あ、はい、いった。いいダメージ入った。アグレッシブモード。接近戦でリズムを維持して。流星剣、スターライトビート。もうちょっと TP 使わないやつを入れようかな。なんかなかなかたまんないし。はい、坂の上を上がってきましたが、右方向でいいのかな。シルネア、アルネア、シルネアがいて、お、なんか構えてるやつがいるぞ。おお、ドアップ。お、いい曲、かっこいい。どうやらこいつが群れの多さらしい。多さですか。群れはチリチリになる。やりましょう、やりましょう。行きますわよ。まあ私今ダグさんなんですけど。ふっ、ちゃっかり逃げる。随分と積極的です。尻尾ですね。尻尾を切るじゃん。よし、ナイスー。え、いや、何にもしないよ私。瞬殺というの、やったか。やってない。
ダムさんやったか好きだね。盗撮力は失われた。相当も簡単でしょうね。ところがどっこい。どうしたんですか。なになに。え、もしかして食べるとか。リンちゃんの顔。黙って引き金に指をかける。瞬瞬した後に銃を下ろす。感情。任務です。まだ子供ですよ。子供は大きくなるのです。え、何の音何の音。ああ、ダゴさん。あ、お母さんって感じだったのね。ダグさん。さてと、任務は終わった。俺は先に戻ってるぜ。NLA で合流しよう。スナイパーですね。まあこれもね、生きるっていうことなんでしょうね。じゃあさっきハートのマークが聞こえたのが、ダグさんだったのかな。なんかほんと人間は勝手だけど、弱肉強食だもんね。お、ピッツァでも食べますか、ダグさん。ちょっと読み込みしてなかったな、テクスチャの。あ、大丈夫そう。よう。さっき任務が公示されたよ。うん、5分後に任務完了を報告してやったら、バンダムの親父目を丸くしてたぜ。あなたの狙った通りというわけね。報酬も五分五分で振り込まれるよう手続きしといたぜ。ありがとう。ハッピーエンドってやつだ。何か言いたげだな。あの時原生生物の子供を殺したことか。そんなことないです。あのエリアは NLA のために必要な場所だったから。でもあの時の引き金を引いた後のダグさん、すごく辛そうな顔だったから。そっか、よく見てたな。借金返済ですか。ああ、俺の親父は道楽者でな、とんでもない借金を押し付けて自分はぽっくり行っちまった。俺はまだ自分を食わせていくのがやっとの若造だったってのは。確か相続放棄という制度があったんだな。そんなことしたら親父を信用して貸してくれた人に申し訳ないだろ。ああ、なるほどね。だから危険な仕事は。稼ぐためにはリスクは承知の上さ。だからそんなにしっかりしてるんだ。てかもうなんかエルワさんさ、あれだね、なんかこう本当になんか勘のいい人だったら気づくことなんですね。バカなやつだと正直に言う。気持ちはわかると伝える。わかるな。そう言ってもらったのは初めてだ。お前さん変わりもんだな。よく言われます。でも地球はもう、そこだよね。借金を返す相手も一緒に消えちまったな。それでも続けていくの。ああ、借金と同じ金額使った豪華な墓建ててやろうと思ってさ。なるほど。悪趣味だろ。自覚してるなら言うことはないわ。今回はいい仕事させてもらった。じゃあな。いいえいいえ。あ、どうしたんですもん、リンさん。ダグさん、ここのコーヒー代払ってない。まさか。気前いいのだか悪いのだか不思議な人ね。私たちが払わなきゃいけない系ですか。悠々と歩いてますけど。あ、でもなんだろう、ダグさんのことちょっとつうか結構好印象抱いた。いいクエストでしたね。
報酬は約束通り五分五分、それぞれダグのカゴを垣間見た。エクシードスラッシュ。ちょっとレイガンあたりはまだまだ先ですね。あー、いいクエストだったな。なんだろう、最終回のさコメントにもあったけど、なんかダグが喋ると場がしゃっきりするなみたいな書いてくださった方いたじゃないですか。あれ見て、あ、確かにって思ったんですよ。なんかそのやプレイしてる当時の私もなんかこうそういう引っかかりがあったんですけど、そのコメントですっきりしたというか、なんかまあダグさんっていくつだっけ。ダグさんどこだった30。戦闘技能全般に秀で、特にドールの小銃が得意。あ、そうなの、知らなかった。なんかずっとパラコン感ばっかり操縦させてすいません。そっかそっか、へえ。一人前の男、早く彼女。ナグさんでも本気ないならすごい人寄ってきて、てか実はすごいモテてそうですけどね、ナグさん。なんかその絆トークのあの黄色いマーク、セグメントトピックに表示されるための会話とかもなんかこうダグさんに好意を寄せてる系のセリフだった気がするんで、隠れファンやら慕ってる人はたくさんいそうですよね。時にはね、自分がこう嫌な役買って、さっきみたいに選択をしちゃうこともあるかもしれないけど、だからこそ頼りにされるっていうか、いいクエストでした。ちょっとラホさんも多分絆トークあったよね、もう今更ですけど。てかラホさんがまさかだといなくなると思わなかったからさ、やってなかったんですけど、はい、いいクエストでした。というわけで今回はここまでです。ありがとうございました。